校。はい、皆さんこんにちは、麦かっこ猫です。この動画はですね、私麦かっこ猫が学校の先生となって皆さんに、音楽の授業だったり猫についてだったりですね、様々なことをお教えしていきましょうという動画です。はい、そして今回はですね、麦の学校、音楽編ということで、楽器紹介をしていきたいと思います。麦が普段、ライブで使ったり、お家でねレコーディングに使ってる楽器を紹介していこうという、そういうあの授業の、回ですね。そして今日は、麦がレコーディングで使っているこの、ビブラフォンという楽器を紹介していく、ビブラフォン編として、紹介していきたいと思っています。はい、そしてあの楽器としてのカテゴリーですけど、これは叩いて演奏するので打楽器と言います。打楽器の中でも、こうやって、ピアノのようにですね、音の出る音盤がピアノと同じような配列に並んでいる、これをね鍵盤打楽器と言います。鍵盤打楽器の中でも、この鍵盤自体がですね金属でできてますので、これは鉄筋の仲間になりますね。鉄筋の中でも、グロッケンシュピールやビブラフォンいろいろありますが、その中で、ビブラフォンという種類になっています。そしてビブラフォンはですね、割とあのクラシックの楽器と比べると、歴史は浅いんですが、それでもですね、約100年前の1920年の頭にですね、アメリカの楽器メーカーが開発した楽器と言われてますね。それでは、カメラの角度を変えてですね、全体をちょっと見ていきたいと思います。はい、ビブラフォンの特徴としてですね、ペダルがついてますね。音の伸びたり止めたりを調整する、そういうペダルになってます。はい、鍵盤が、マリンバと同じようにですね、鉄の板の真ん中が薄く削られておりますね。この真ん中が薄く削られていて、音が長く伸びれるように、ここで調整されているということですね。そして、マリンバと同じように下にパイプがありますよね。またここがマリンバと違うところですが、パイプのね一番上のところにこうくるくる回るですね、羽のようなものがついてるんです。これ見えますか、これ羽。これが、またビブラフォンの特徴の一つですね。このくるくる回る羽を、覚えていてくださいね。そしてですね、ビブラフォンの最大の特徴がですね、こういうね電源コードがついてるんですよね。この電源コードは、マイクとかね音を増幅するためではなく、モーターを回すためについてるんですね。ここにスイッチがあって、このスイッチを入れると、先ほどお見せした、共鳴管の上にですねついてる羽がくるくる回るようになっています。そのくるくる回る、ものを、制御する、この制御スイッチがここにありますね。オンにすると羽がぐるぐる回るということです。見えますでしょうか、これ回ってますね。モーターをオンにするとこの羽がぐるぐる回るようになるということですね。スイッチ、このスライドのスイッチがついてます。これで、速いとか遅いとかね、無段階で調節することができます。右にすると一番速い、左にすると、ゆっくり羽が回るというようになってます。これがねついてないものもありますけど、まあほとんどついてますね。そして今一番右にしてます。この羽がくるくる回ることによって、音が伸びた音をですね、変化をつけることができる、エフェクトをつけることができるんですね。どういうエフェクト、その効果をつけることができるか、ちょっと今聞かせてみますね。まず羽を回してない状態で、鍵盤を叩いてみますね。はい、すごく音がよく伸びますね。すごく音がよく伸びる楽器なんですね。そして、この羽のスイッチをオンにして、羽が今回転してますので、どんな音がするか聞いてみてください。わかりますでしょうか、先ほどと違って伸びる音がワン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 と波打ってますよね。この波打った音、この音をね波打たせる、ビブラートをかけたように音を変化することができるので、ビブラフォンは、そもそもビブラフォンという、バイブラフォンといったりしますね。バイブレーションをかけることができるのでビブラフォンという名前になっているということなんですよね。このモーターがついているというのがこの楽器の、最大の特徴じゃないかなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ビブラフォンという楽器について簡単にご紹介させていただきました。まだまだこれこっちがどうなってるかよくわかんないよとかですね、詳しいことをもっと教えてくれみたいな、それから他の楽器についてこれについて教えてくれみたいなことがあったら、どんどんコメント欄にも書いてください。それからですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、麦かっこ猫でした。